レックスの頼みなら来たわよ、アレックス。すまない、ミコト。いいえ、構わないわ。さあ、始めましょう。っていきなり、なんで呼んだとかないの？別に、それはどうでもいいわ。でも、必要なのでしょ？うん。なら私は構わないの。そうか。なんかすまん。あなたが謝ることでもないと思うけど。そうか。うん。あ、でも一応説明しておくと。ある程度リビドーをもらった相手は、たまに一気にすっごくリビドーをもらえることがあるんだお。その時に大砲とかパワーアップする時があるんだお。だから普段のとは別にたっぷりイチャイチャしてほしいんだお。だお。なんだってさ。そう、なるほど。では私で溜まったリビドーが一定の段階まで来たと。うん、そうみたい。それとね、この時のおさわりはもう恋人気分でイチャイチャしてほしいんだお。その方がエネルギー変換効率が良くなるんだお。だってさ。別に変わらないわね、それは。いいのよ、別に。では始めましょう。おう。ありがとう、ミコト。いいえ、問題ないわ。うん。でもやっぱり、もっと、イチャイチャした方がいいのよね。できれば。うん。ごめんなさい。正直、舐めてたわ。次はもっと頑張るから。うん。もっともっとアレックスに、その、甘えたり？でも演技じゃ嫌ね。でも自然にできるかしら。かなり恥ずかしいわ。でも今なら大義名分が。みこと？あ、ごめんなさい。なんでもないの。それじゃあ。うん。なんか険しい顔していたな。やっぱり幼馴染だから、関係性を今更変えた感じとかは難しいし、嫌なんじゃないかな、やっぱ。しかしどうやって甘えようかしら。語尾に「にゃ」をつけてみるとか。いや、あざとすぎてぶん殴りたくなるわね。ではひたすらと抱きついてみるってのはどうかしら。いいわね。あ、でもそれではアレックスが触りづらいわね。では背中からもたれかかるというのはどうかしら。いや、顔見。あ、ミコトだ。こんばんは。出ないのは嫌ね。だとするとやはりこっちもできる限り向こうを触りした方がいいのかしら。そうよね。うん、いつもこっちばかり触られてるのは不公平だ。無視された。うん、いいわよ。アレックス、お邪魔するわね。どうぞ。アレックス、私考えたのだけれど。え？こう、もっといろいろ工夫をした方がいいわね。
工夫とな。ええ、その普段通りにやってしまうと、いずれ本当の時じゃなくて。本当？なんでもないわ。とにかく目線を変えてみるのよ。目線、具体的には？それは呼び方を変えてみるとか。多分もっとドキドキできると思う。呼び方か。あなた。どうかしら。ドキドキするな。じゃあ俺は。お前。まずいわ。これ、死んでしまいそうよ。でもこれでは。あのさ、普段もお前とか言うけど、すっごく恥ずかしくて、その。別の意味でドキドキしてない？これ。ええ。言われるのはともかく、言うのは無理ね。普通にしよっか。そうね。お疲れ。思ったんだけど。何？イチャイチャって、なんでイチャイチャって言うのかしらね。擬音じゃないわよね。お前それリーフっぽいぞ。それは私も思ったわ。あと今のお前はときめかないわね。まあ普段から言ってるしな。さっきのは夫婦ごっこっぽかったから。夫婦、いい響きだわ。いけない、また兆候に入るところだったわ。いい加減直さないといけないわね。でもこのままずっとこの調子でやってきたから。また何か考えてるな。わかるよ、それくらい。何年一緒だよ、俺たち。そうよね。今までの距離が近すぎる分、いきなりイチャイチャしてと言われても難しいよな、やっぱ。それはそうね。長年連れ添った幼馴染としてのデメリットが今ここに。まあ現状でもリビドーはそれなりに出てるから大丈夫かなと思うけど。でも悔しいわ。やるならナンバーワンを目指さなくては。ナンバーワン。そうよ。他の5人など手も足も出せないくらい、もう見てるこっちが恥ずかしくなるくらい。見てるこっち側じゃないような。その次までの宿題ね。宿題って。だからもっとこうイチャイチャできるような、そういうのよ。じゃあね。あ、おい、そういうのって。レックスの宿題なんですが。はあ。ちゃんと考えてきましたか？その
すまん、よくわかんなくて。もうバカ、解消なし。すみません。じゃあそっちのアイディアは？その、こすプレとか。こするプレイ？違うわよ。コスプレとかって言ったの。そうか、うん、コスプレね。あー、びっくりした。もう変態ね。だってこするって言ったらもうさ、てっきりさい。すみませんでした。反省した？うん。じゃあ許してあげます。でもさ、コスプレとか無理でしょ。そんなの用意できないし。例えばフィム紹介の物資搬入にオーダーするとか。いや、お前それルナたちに言えますか？無理だったわ。でしょ。まあとりあえずダラダラ話していても仕方ないし、始めましょうか。うん。どう？リビド出てる？あ、うん、それは間違いないと思う。そうなのね。この手だけは使いたくなかったけど、アレックスのことで他の子に負けるのだけは絶対に嫌。ならばねえアレックス。ん？アレックス、私の裸もう何度も見たことあるわよね。やぶから棒になんてこと言うんだ。あるわよね。そりゃ小さい頃はお風呂とかもだしな。うん。で最近はないわよね。でも隠していてもなんとなくわかるでしょ。それはそうだよな。うん。で感想は？感想？うん。感想と言ってもだな。昔の知ってる私と比べて成長したと思わない？それは。あのつるべたっこがわがままボディになったと思わない？わがままボディってそりゃ思ったけど。感慨深いでしょ。うん。あなたのために頑張ったの。え？だからそのあなたに満足してもらうために頑張ったの。何を？私、あなたのことが、その、好きなのよね。な からかうなよ。じゃあ、証明する。こら、押し倒すな。どうよ。キスされてしまった。アレックス、好
き。な、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 すごく、ドキドキしてる。私もだけど。してしまった。してしまった。ついに。どうしよう、どうしよう。このまま通してしまえば。でも怖い。拒絶されたら、もう生きていけない。でもここまでしたんなら行ってしまうしかないじゃない。押し切れ、押し切るのよ、ミコト。行ってしまえ。ミコト、あの、なんてね。びっくりしたでしょ。そうじゃない。え、ここまでやったら、そりゃドキドキするわよね。ダメ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 、ストップ。ちょ、ごめんね、キスしちゃった。でも私もファーストキスみたいなものだから、ご容赦されたし。これじゃ、これじゃ、ごめん。あっちょ、泣いてなかった今。そこまでやんなくても。アレックスの頼みなら仕方ないわね。ミコト、うん、ごめんね。この前はそのあれだけすればすごいことになるだろうと。その、うん、調子に乗ってしまいました。いや、いいけど。でもね、あの時結構頑張ったの。だから、うん。だからここにいる間は、あれはその本当のことということに。本当のこと、ここにいる間。うん。あのね、リビドーもすごいと思うから。わかった。うん。でもな、ミコト、無理はするなよ。平気。どう？この前のキス、効果あったよね。それはもう、いかん。今回めちゃくちゃ意識してしまったぞ。じゃあ、その、また、キス。うん。嬉しいな。アレックス、好きだよ。うん、俺もだよ。嬉しい。おい、ミコト、泣くことないだろ。
そうだね。今はあれだもんね。うん、分かってる。なんか感慨深いなって思ったら、そのごめんね。いや大丈夫。俺は、うん、じゃあ恥ずかしいから帰るね。じゃあ、すごいことになってしまった。普通にミコトとキスしてるし、でも泣くってことはやっぱ無理してるんじゃ。それは嫌だな。さ、ミコト無理してない？さすがにあそこまで。それにこの前泣いてたし。あれね、あれはびっくりしたのもあってだし、それに本気で嫌ならここまでしないわ。あ、アレックスのことはそりゃ好きか嫌いかで言ったら、その、好きよ。かなり上位で。本当は世界ランク一人中1位なんだけれどね。アレックスは私のことどうなの？それは俺もそうだよ。うん、じゃあ本気で嫌だったら、その拒絶した？それはそうだろう。うん、よかった。本当によかった。え？ううん、ほらアレックス流されやすいから、いやいやだったら悪いなって。そこまではないよ。うん、じゃあそろそろ。うん、どう今回。うん、すごいと思う。心臓がやばいことに。うん、そのキスしてもいい？ああ。
頭がクラクラしてきた。な、失礼な。いや、変な意味じゃなくて、その巫女とこんなことするなんて。私もびっくりです。効果あったでしょ。本当にあったよ。じゃあもう一回。じゃあね。いいのか、このままこの関係続けてても。これ絶対後で後悔するんじゃ。そのうち巫女に本当に好きな男ができて、恋人になって、結婚して、子供が生まれて、今の俺は絶対にノイズだよな。でも巫女が他の、なんか嫌だな。それ行けばいいのね。アレックス来たよ。ドキドキする？そりゃあ。また合法的にチュッチュできるぜ、約束だぜって思ってる？そんなお気軽ではないぞ。なんでそんなにニヤニヤ。別に。お疲れ様でした。なんだ。おかしいね。落ち着いた？大丈夫。やっぱ無理し。じゃなくて、その。違うの？その。内緒。なんだそれ。ああ、でも。アレックスのせいじゃないから、それは絶対。そうだといいけど。焦ってたんだと思う。他の子に負けたくない、絶対に負けたくないって。そっか。あのねん、あの、私、その、いつか。ん？ちゃんとするから。え、な、何を？なんでもない。お、あのさ、アレックス。ん？その、今回キスしたのって何回かわかる？10
10回くらい？ブブー、正解は18回です。ひどいわ、覚えていないなんて。ごめん、だってほら頭真っ白になっちゃうしさ。それくらいは意識してくれてたのね。では許してあげましょう。あ、ありがとうございます。うん、その18回だからね、キリ悪いから。あ？あと2回キスしていい？え？お前そういうのはもう。それでおしまい。ちゃんと終わりにするから。お願い。わかった。じゃあ。